ともあれ、ようこそシャンバラへ。ようこそ。お待ちしていましたよ、お二人とも。本当にお久しぶりです。米中尉にマレウス准尉。月並みですが、相変わらずのようですね。 しばらく陰性していたものでしてね。まあ怠けているのは今に始まったことでもなしよ。一応それなりの理由もありますが、説明責任を求めますか。いらねえよ、知ったながら。堅苦しいのはやめようぜ。俺が知りたいのは一つだけだ。今シャンバラには誰と誰が入ってる。レオンハルト、ゾーネンキンとバビロンにトバルカイン、 そしてあなたたちの計6名ですよ、米中。私はあと4、5日の間ここを動けないものでしたね。なぜ？年寄りが出しゃばるなと怒られたのですよ。ああ。
気はあるでしょう。あのお嬢さん、どうしてなかなか大したものになりましたよ。たとえ新参でも未熟者でも黄色い列島であろうと彼女の存在はいるのですよ。わかりますね。ええ、それはもうわかってるわよ。当然じゃない。相変わらず心配性ね。だからここはせっかく女同士なんだし、あの子のことは私に任せていただけません？いいじゃねえか。あんたもあんたで暇じゃねえだろ。これで残ってるのはシュピーネだけだが、あいつはいつ来る？彼はもうしばらくかかるでしょう。私が少々調べ物を頼んだ。ん？何それ、気になるな。おいマーレウス、言ったろ、別にいいじゃねえか。大公殿が腹黒いことやっててくれりゃ、こっちもいろいろ手間が省ける。俺らは掃除をしてればいいのさ。掃除っていうか、ありでしょ。メルクリウスのクソ野郎が代理をよこっているんじゃなかったかしら。ジュン、副首領閣下に対する不敬な物言いはあまり感心しませんね。難しいことではないでしょう。レオンは？あの子は協力してくれないの？というか、この件に関しては彼女が一任しています。ああ、新兵に経験を積ませるという意味で顔を振ってやってください。なるほど。了解。楽しくなりそうよ。では。
あなたは騎士官というものを経験したことがあるだろうか。騎士ではなく騎士、すでに知っている感覚、それは五感六感に至るまでありとあらゆる感覚器官に訴えるもの。例えばこの風景は見たことがある、この酒は飲んだことがある、この匂いは嗅いだことがある、この音楽は聞いたことがある、この女は抱いたことがある、そしてこの感情は前にも抱いたことがある。錯覚、脳の誤認識が時に生み出すなかなか風情ある一種の錯覚、あなたはそれを経験したことがあるだろうか。例えば我々は以前も戦争に負けていたと。さてそれはそうなってみなければわからない。そうなってみて初めてそうだったと思うがゆえの既視感である。あなたのそれはただの予感だ、いや破滅願望というべき。この戦争あなたは負けると思われるのか。ああ、負けるだろう。なぜそう思われる獣ども。あなたはゲシュタポを掌握し、総統閣下の真意厚きに破竹の勢いで勝利を続ける我が軍の勇姿を知らぬわけではありますまい。ならば問おう。ケイは長官殿や総統閣下が無双する千年帝国とやらの完成を信じているのか。希代の賢人、空前にして絶後の魔術師、世界の真理に最も近いとさえ言われるヘルメス・トリスメギストス、ケイほどの男があのような愚か者どもの絵図を肯定するか。私はそう思わない。彼らだけなら確かに私も思わない。だがこの国にはあなたがいる。それを手にした者は必ず世界を支配すると言われた運命の槍の正当後継者、黄金の獣、破壊の君。あなたがここにいる以上敗北などありえない。だが彼らは私を殺すつもりだ。